質問とか
しました。で、前髪を伸ばすと次のに繋がってくるんですけど、ここでこうやって分けて、ここを伸ばしてあげて、顔周りの毛にして、ここに行くから、ここに残る分は少なくなるから、前髪の量も減らせるんですよ。で、重い前髪が似合う方と薄めの前髪が似合う方って分かれてると思うんですけど、私は重い前髪だと顔が暗く重く見えちゃって幼い感じで、みんなが言う言葉で言えば芋っぽくなっちゃうんですね。なので前髪を薄く、そしてパッツンじゃなくてちょっと長さを出して、ちょっと毛先だけ巻いて目スレスレの長さにしたり、こういう風におでこができる面積を見せて横に流したり、あと量を減らしてあげて、こうおでこの透け感を見せてあげる。そうすることによって眉毛と眉毛がつながってるようにも見えないし、っていうヘアスタイルに落ち着きました。あとはダイエットですかね。なんかこう前まで極端にパンパンに太っちゃったり、極端にこうこけるほどに痩せてしまったりっていう、ゼロ100のダイエットしかできなくて、食べないダイエットばかり選択してたんですけど、最近はあのお散歩をしたりだとか、ちょっとお家で筋トレっぽいことをしたりだとか、動かないで食べないで痩せるダイエットっていうより、健康的に食べて動いて痩せるダイエットっていうのを意識してやってます。私あのさっき最初に言った骨格が頬骨が出ててっていう骨格なので、痩せると頬骨は残るのにここのお肉がいなくなるから人一倍こうこけて見えちゃうんですね。そうやってげっそり痩せてしまった時期にコメント欄で言われてたのは、なんか老けたねっていうコメントだったんですよ。だからちょっと年齢がいくつもプラスに見えてしまうというか、やっぱり不健康そうな見た目になってしまってて、だからやっぱり食べながら運動して痩せるっていうのが一番健康的だし続けやすいなって思って、でも私はなんかこうあんまりジムとかあんまり通ったことないんですけど、そもそもの肺活量とか筋力がなくて、体力とかジムのその1時間のプランを完璧にこなせたことがなくて、だからじゃあそもそもの体力とか筋力をどこでこうつけられるかなって考えた時にお散歩だったんですけど、お散歩は好きな音楽を聴きながら1時間でも2時間でも好きな時間歩くようにしてます。で、どうしても忙しくて今日お散歩行けないなっていう日は、駅からの帰り道をちょっと大股で歩いてみたりだとか、ちょっと早歩きしてみたりとかっていう工夫をして、毎日必ず最低でも8000歩は歩いてます。お散歩してる時に聴いてる曲はまあ何の曲でもいいんですけど、私はちょっとなんかポジティブな気持ちになりたいなって思いながらお散歩に行ってるので、なんかポジティブな気持ちになれるような、ちょっと自分の立ち位置を見た時に焦っちゃうなとか、もっと頑張んなきゃなって自分のことをちょっと追い詰めちゃったりしがちになったりするので、自分のペースでいいんだよっていうような、でもポジティブに背中を押してくれる曲を聴くことが多くって、私のお散歩プレイリストがあるんですけど、何曲か紹介しますね。世界の終わりさんのサザンカ、本当にいいんですよこの曲。いつだって物語の主人公は笑われる方だ、人を笑う方じゃないと僕は思うんだよっていう歌詞があって、誰よりも転んで誰よりも泣いて誰よりも君は立ち上がってきた、僕は知ってるよって、なんか頑張ってきた姿を僕は全部知ってるし、君が夢を追って走り出す方向を僕は見守るし、君のやりたいこと君の頑張りを肯定するよっていう曲なんですよ。いいなって頑張ろうって思えるんですよね。やっぱり周りでまだ誰もやってないようなことをやり始めた時って、何やってんのとかそういう風に笑われたりとか、承認欲求強すぎなんじゃないとか、いろんなこう心ない言葉とか意見を言われることもあると思うんですけど、でも
いいんですよね。自分のペースでいいんだよって、幼いかけないしがない、ただだらだら過ごしたいって、今を否定しないで自分のペースでゆっくり生きていこうっていう、今やってる何気ない洗濯とか家事とかそういうのをやってる時点で偉いし、人のペースに合わせずに自分のペースでできてるんだったらそれで OK じゃんみたいな、ちょっと解釈が合ってるか分かんないですけど、なんか頑張ろうってポジティブになれる感じがします。やっぱりなんか周りと比べて焦っちゃうこととか、周りと比べて自分を否定しちゃうこととか少なからずあると思うんですけど、皆さんもそんな時に聞いてほしいですね。あとスーパービーバーさんのらしさ、これはらしさっていう曲名の通り、自分らしさっていうのを大切にしろって言ってくれてる歌で、人とは違うっていうのを、あんたはなんか人とは違うんだからとか、人とは違うからそれは隠していなきゃってマイナスな方に捉えられがちなんですけど、人とは違うっていうそれをマイナスだと考えずにプラスだと考えて、それで周りと差をつけろっていう風に背中を押してくれる曲なんですよね。僕は僕らしく、そして君は君らしく、僕は君じゃないし君も僕じゃないから、だからそこに愛が生まれるんだよっていう曲です。めちゃいいよこれ。ちょっと音出せないんですけど、ぜひ聴いてください。私がおすすめなのは YouTube で韓国ドラマの主人公になった気分になれるプレイリストっていうのがあるんですよ。それめっちゃおすすめです。私韓国ドラマ大好きなんですけど、あのドラマの曲だ、あのドラマの曲だって自分でそのドラマの主人公になりきるんですよ。そしたらなんか歩き方とかもちょっと変わっちゃったりして、その曲によってこの主人公あんなところであんな素敵な出会いがあったなとか、こんな素敵な発展あったなとかって思って、私もヒロインになれるように頑張ろうって思ってやってます。垢抜けの話からお散歩の話になっちゃいましたけど、今ね両足がしびれてるよ。今も足冷たい感覚ない、だって触っても私の足じゃないみたい、誰かの足触ってる気分。しましょう。